津本浩二です。今日はこの方の演奏を添削したいと思います。弾いていただくのはリズムギター編の77番ですね。トータルギター演奏で12編からなってまして、そのうちの5編は書籍でもお求めいただけるんですけども、このリズムギター編、こちらはですね、書籍ではお求めいただけないので本編をお持ちの方限定になりますけども、77番ご覧ください。リズムギター編は10コンテンツずついろんなスタイルに分けてるんですけども、ロックだとかポップスだとか、メタルだとかジャズだとか、この70番台はボサノバに集中する10個のコンテンツでございます。そのうちの77番なので、ちょっと後半の難しい方に入るんですけども、弾いていただきましょう。指弾きですね。しっかり弾けてると思います。いつものように3点注意点申し上げたいと思います。まず1点目がですね、親指の位置なんですね。これね、この方のやつとこうなんていうんですかね、人差し指がこうあったら、この中内側に入っちゃってるんですね。そうでもなくて、こういう感じで、ちょっと見にくいですね、こういう感じで、この3本よりもネック側に出てる方がいいと思います。あれですね、はい、これが1点目で、2点目がこの3本の当たり方なんですけど、ちょっと同時に当たってないんですね。これね、これ3つぐらい問題があって、まず同時に当たってない理由っていうのが、ちょっと指の深く入り具合がバラバラなんですね。なのでおすすめなのは、こうやってね、爪がそのギターのボディの方向向いてるぐらいに入れて、で当たる深さとしてはこんぐらいですかね。見にくいですね、ごめんなさい。しょうか、こうですね、こんぐらいでいかがでしょうか。ちょっと試してみてください。そしてそれが2つ目で、2つ目の注意点の2つ目なんですけど、3つ目がですね、こう手全体でこうちょっと上に引っ張ってる感じがあるんですね、はい、でこれでまたバラバラになるんですね。1点目がその1本ずつ深く入り具合が違うっていうのと、その爪がボディ側向いてないっていうのと、腕を引っ張ってしまってるっていうところですね。この2点によって、この3本のバラバラっていうのを統一していただければと思います。そしてうん、3点目がその親指の場所ではなくて、そのこうなんていうんですか、フォロースルーの大きさなんですけど、もう次の弦に触るぐらいまでこう大きく動かしてらっしゃるんですね。これね、こんぐらい十分です。何ですかね。ちょっとで大丈夫。ちょっと見にくいですね。ごめんなさい。よっから見ましょうか。はい。左手でコードを押さえると、音に耳がいっちゃうので、アタックに耳を行くためにこうちょっとミュートをして、そしたらパーカッションとして音が鳴ってるか確認できるので、バラバラになってないことを確認できると思います。はい、トータルギターメソッドでは金曜日がリズムギターの練習日となっておりますので、こうやって皆さんたくさんの方に投稿していただいて、この方だけじゃなくて他の皆さん全ての方に一言ずつコメントしておりますので、はい、引き続き、金曜日よろしくお願いいたします。まだトータルギターメソッド自体を求めじゃない方は概要欄からぜひお求めください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ブログの方でおすすめの機材っていうのを今年の分書き始めましたので、下にリンク貼っておきますので、そっちもご覧ください。